芸術の幼年期は、1990年制作、公開のオムニバス映画、子供たちはどうしているかの一編として、ジャンルック・ゴダール、アンヌ・マリー・ミエビル共同監督による、ベルギースイス合作の短編映画である。ユニセフの制作する、オムニバス映画、子供たちはどうしているかに参加するために、ジャンルック・ゴダールとアンヌ・マリー・ミエビルが、1990年夏、 スイスのフランス語圏の地域でロケーション撮影を行った。本作はゴダールのカラビニエの原案を書いたロベルト・ロッセリーニに拳字が捧げられている。廃墟に共同生活をしている若い男女4人が登場しているカラビニエにはその2人の青年たちが戦争で世界の富を手に入れたのだと世界中のモニュメントの絵はがきを手に得意になるシーンがあるが、 本作においても、廃墟が舞台であり、カラビニエ同様、兵士は絵はがきを何枚も手にしており、終始、オフで銃声が聞こえている。オムニバス映画、子供たちはどうしているかに参加した他の映画監督は、リノ・ブロッカ、ロラン・ビコフ、ユーザン、パルシー、シロ、デュラン、チェリー・ルイスである。廃墟の中で、一人の女が、ビクトル・ユーゴー、レ・ミゼラブルのペーパーバッグを手に、 革命についてのテクストを幼い少年に読んで聞かせる。カービン銃を抱えたゲリラ兵士が一人、車から降りてくる。そこは、内戦中なのだ。兵士はその女の恋人だった。バズーカ砲を構える兵士が草むらで、ウジェーヌドラクロは、民衆を導く、自由の女神等の数枚の絵はがきを手に、裏に、油性マーカーで、と書き、民衆を導く。 自由の女神の左脇のブルジョアたちが大写しにされる。兵士は撃たれて死んでゆく。少年とサッカー遊びをしていたもう一人の少年は、その死を目の当たりにする。ボールを蹴る少年。死んだ兵士を担ぐ男、女は男の手から散らばった絵はがきをすべて拾い、二人の少年に渡す。 少年たちはそれを二人で分ける。二枚の黒み字幕。ありがとうございます。